あ、だから炭治郎触りだけで触りだけ表面だけ捉えるの毎回私も漫画全巻読みましたからこの曲はないかなと思ったんですよ、メロディーさすがにちょっと持ってきづらいかなって思ったらありましたみなさんこんにちはグリーンデイサクソフォンコンテストです。本日は鬼滅の刃よりかまど炭治郎の歌をやりたいと思います。うわー見ましたさっきまでかまどがね気を失ってしまうから消されるよかまど炭治郎の歌はもう見てる人はね絶対知ってると思うんですけど19話だったかな、まあ、ちょっと強い鬼と戦ってる時にすごくいいシーンで流れる曲なんですよ。見てくださいねネクサス音楽出版の渡辺哲也さんからまた楽譜をいただいちゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもおねだりしてばっかりおんぶに抱っこ本当にいただいてばっかりでグリーンデイ恒例の10分おー点でやりたいと思います。それではどうぞ。グリーンデイチャンネル。かまどってかまど？かまどあの火のかまどですか？あ、だから炭治郎ねえ。あとなんか巻き巻きするシーンとかもあります。ねえ触りだけです、触りだけ表面だけ捉えるのうまいから私も漫画全巻読みましたから、はい、そんなこんなで楽譜の10分ができましたのではい、じゃあ10分初見いきますよ。はい、よーいスタート。Oh my god.
やごめんそれごめんやっちまった中間部ガチ証言じゃん、うん、はい、これがグリーンレイクオリティやヒロくんは真似してはいけません、はい、グリーンレイチャンネルThank you.
あ感動的やいい曲ね、うん、いやなんかメロディーがさあの本気ですって結構淡々と割とこう感情込めない感じだったけど、うん、感情がこもってしまった確かに熱くなりたくなるポイントが結構いっぱいある、うん、私ここエヴァンゲリオンのさ「サークナサイ」が浮かんじゃうんだよね謎に優しい曲だから淡々としたバッグ渡辺さんいいところにテナーにグラメロをこの曲はないかなと思ったんですよメロディーさすがにちょっと持ってきづらいかなって思ったらありましたいや途中いやガチで初見だったところマジで全集中でしたねそうですこの動画がいいなと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますThank you.